フリードリヒ・シュトロマイヤーは、ドイツの科学者。1817年にカドミウムを発見した。ゲッティンゲン大学医学部教授の息子として生まれ、同大学で、ヨハン・フリードリヒ・グメリントルイ・ニコラ・ボークランから科学を学んだ。1800年に博士号を取得して、後に、同大学で科学の教授を務めた。弟子には、アイハルト・ミチェル・リヒア、 ロベルト・ブンゼイナがいる。ハノーファー広告の薬局の監督長官の時、酸化炎を含む薬を調べている時、薬を加熱したところ黄色に変色したことがきっかけで、不純物の存在に気づき、カドミウムを発見した。彼と、ほぼ同時に、カール・ザムエル・レベレヒト・ヘルマンも、酸化炎からカドミウムを発見している。1821年には、ユージアルイシアラレイシ 崩壊石などの研究を、アンタース・シュンゲン・ルーバーダイ・ミス・チュン・デア・ミノラル・コーポ、ウント・アンダラード・ミット・バーバンテン・サブスタンゼンとして発表した。1832年に、ボヘミアで発見された鉱物を最初に分析したことから、この鉱物には、彼の名をとって、ストロメオライトと命名された。ドイツ科学会では、彼の功績を称えて、 フリードリヒ・シュトロマイヤー賞を1981年に創立している。ありがとうございます。